水谷緑亭安政5年8月16日は、江戸期の川柳作家である。五世川柳を襲名した。別号は生草ときつくだ。贈答百人一首の表紙。贈答百人一首本名は、宮城吉美。通称は金倉。幼い頃父を亡くし、江戸津倉島の漁師に養われる。魚問屋を開き名主となった。二世川柳に川柳を学び。 生草祭えつくだと申した。辛い川柳が流行させた、川柳は、川柳の没後、一時勢いを失うが、南町奉行より行きの同心であった四世川柳が、工夫を改め、川柳の勢いを回復させた。天保の改革の後期粛清の流れの中で、役人が前くつけの天者をすることをはばかることなどで、天保八年に緑邸が個性川柳を継承した。 緑邸は十代から草区作を始め、集房を集めたが、地味な人柄で、養父母に紅葉を尽くし、津倉島の風俗を強制した功績などで、町奉行所から三度にわたり、報奨を受けていた。緑邸は、柳風式法として、政治を読まない、危険の人々の実名を入れないなど八項目の、式法を定め、九案十体を定めて、川流を柳風教区と名付けた。 多くの戦者が任意に戦空を行うことにより反対になった、廃風柳ダルを整理するために、天保12年から、新編柳ダルの観光をはじめ、加盟2年まで55兵を観光した。草造氏小水白菊物語や、廃人百貨船などの著書もある。安政五年没。築地本願寺に葬る。方法は、釈清豊。向島見巡り者に区比あり。 かずらかく固く持ちたし、人心と、没後、千流の名跡は、長子の制裁後まめに継がれた。野崎佐文、造保私の見た、明治文壇一平凡者、2007年、160B、ウィキメディアコモンズには、水谷緑亭に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。